煮えたね。煮えたわ。でね、煮えたは煮えたんだけれどもね、ほったらかしにしたらね、溢れてた。煮えてね、溢れてたから、すんごいことになってたわ。ちょっと今、すんごいことになった、すんごい床を、ちょっと、掃除してて、今、こんな感じだけれども、まあまあいい。くんかくんか。まあいい匂いだね。なので、ちょっとこれを味見してみようかな。じゃあね、できました。これがまあ、ジビエ、イノシシ肉、トマト、そしてまあ一応これはコンソメベースで単純にトマトをぐちゃぐちゃにして、シシ肉はぶつ切りにして、切っただけです。で、まあ大体こんな感じかな。まあこれ上に乗ってるのはこれ椎茸で、まあ下にはトマトがこうタラーンとして盛ります。ちょっと食ってみましょうかね。食ってみるけど、まあそんなにね、外した味にはなってないと俺は思うのね。ちょっと頭とか切れてるけど、まあちょっと勘弁。いや、なんだろう、すごくいい。なんかほんのりとした甘みがあるよね。多分これトマトの甘みじゃないかな。はい、じゃあまああとはトマトも食べてみようかな。いや、でもこれはいいね。で、これブロッコリー。ぶっちゃけこのブロッコリーどうなの？この色。まあコンソメだから まあ、想像はつくんだろうけども。まあ一番、あ、でもちょっとコンソメね、入れすぎたわ。やだこれ。お犬のシシのは獅子肉だね。ああ、でもこれ。ちょっとコンソメが、しし肉の中には、染み込んでないかなっていう、イメージというか感想です。やっぱり冷凍焼けしてたからかな。でもあとこれね、赤。でもやっぱり、イノシシの肉って脂身と食べた方がいいね。いや、でもこれ、残念だけどコンソメはちょっと濃いから、ちょっと後でお湯で薄めたいとかね、してみようと思います。まあ、家料理は今トレンドだけれども、まあ、イノシシをコンソメで煮てもうまいよっていうだけの話でした。で、あとは、イノシシの肉自体が、これは多分、メスなのね。だから、あと、オスの肉だと、ちょっと、硬いんだって。ちょっとごめんね。脇毛見えちったわ。だから、メスの方が、やっぱり人と同じで体脂肪率が高いんだよね。多分ね、メスは子供を産むから体脂肪がその分 つきやすくなってるのかもしれないし、で、男じゃない、オスの方はね、筋肉が結構あるので、結構筋張った、ちょっと硬めの肉になってるんだそうです。なのでね、もし、田舎移住して、まあ、イノシシの肉使ったこんなのあるよとか、あれば、コメント欄で教えてください。で、あとはね、まあ、ただ焼くじゃなくて、あとはキノコ、バターソテーだったかな、アルミホイルでくるんで焼くとかっていうのをちょっとやってはみたいんだけれども、獅子の肉ももらって、まあ、地方とかね、都会じゃ、手に入らないようなものとかも、ちょっと、これからはちょっと配信をして、まあ、気が向いたら動画かブログかなんかで書きます。まあ、実際にワーホリから帰ってきて、一つの選択肢として、まあ、日本の田舎移住っていうのもありかなっていう
一理あるものをちょっと発信していこうかなというスタンスに多分変わります。 まあかなり不適切じゃない、不定期的な配信になるけれども、まあ、ちょっとそこら辺は我慢してください。では、ありがとうございます。